近藤正義、美少女アイドル全撮影、双子座、藤野義美、藤野悦美13歳は、藤野義美、藤野悦美姉妹によるロリータ写真集の題名。クレジットにもあるように、近藤正義の撮影で1987年6月15日に、少年出版社から出版された。定裁は A4 版、定価は当時1200円。ヤフーオークションで、 最高一千万円の値がついたことがある。この作品は言うまでもなく双子姉妹の中学生による少女ヌードモデルとして10歳からヌードモデルの経験がある二人をテーマにした写真集。当時の中学生ヌード写真集というと、織江かな子萩尾ゆかり小早川泉、森野泉というように単独でのモデルが多く二人をモデルにした、いわゆる ペアヌードと呼べる作品は、当時、ヘ、hey! イ、バディというロリコン雑誌にパブリシティとして掲載し、ビデオ化もされた、少女マイユミとアサミがあったが、こちらは、小学生がモデルであった。その中学生版を作りたいと、近藤ほか、スタッフ側が企画し、作られたのがこの写真集である。ヨシとエツにとって、単独の写真集としては初めてで、ユマエマ時代には、 複数のヌードモデルとの写真集、もしくは雑誌のパブリシティぐらいしかなかった。とにかく企画から構成まで全てを双子にこだわって作られたというスタッフ側の意気込みがあったと言えよう。吉見と江美は1990年に完全引退した。写真集は1991年に絶版となったもののコアマガジン発行のアリスクラブに パブリシティとしてこの写真集の一部が掲載されたので、絶版後も人気は後を絶たなかった。この写真集は1991年に絶版になったため、1999年の児童売春、児童ポルノにかかる行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律施行によって、直接に児童ポルノと認定されたわけではない。しかし、大手サイトのオークションなどでは、 自主的に出品規制されることが通常である。ありがとうございます。